どこに来たかな。大変ながらお待たせいたしました。それでは閉店の挨拶をさせていただきます。津田島店店長の鈴木よりご挨拶させていただきますのでよろしくお願いいたします。お暑い中本当この時間までお待ちいただきまして本当に誠にありがとうございます。この日を迎えることもできましたのも5月に店頭告知させて以来、商店街の皆様また行政消防警察の方々 のご支援いただくともにですねお取引先様、商店街の方々のご協力あってこの日を迎えることができると思います。本当に皆様方のご協力ありがとうございます。厚く御礼申し上げます。この津田島地区なんですけども歴史からちょっとお話しさせていただきたいと思います。ここのお店昔は、温泉街のあった跡地という形の中で、3店舗あったそうです。それが終わった後でこちらのお店、1982年3月27日より営業を開始させていただくこととなりました。それから42年間にわたるご愛顧本当に大変ありがとうございます。感謝申し上げます。でこちらのお店含めた中でですね、大変申し訳ございません。明日からお会いすることができなくなります。本日8月18日をもってこの津島店閉店とさせていただきたいと思います。毎日お客様とご挨拶できる喜び皆様方からのお声掛けいただくことができません。本当に忸怩たる思いもあるのは事実ですけども皆様方と過ごした日々大切な思い出として次のところに旅立っていきたいと思います。その中でこのお店含めてですね本当に商店街の方地域の皆様方との触れ合い非常に強いお店なんだなということを自分もこの店1年前に着任しました。その中ですごく感じていることは商店街の皆様との取り組みがここまでやれるお店って両角の中でも少ないです。ここのお店の前の皆様方が今お集まりいただいている広場さまざまなイベントをいろいろさせていただきました。いろいろなイベントまた着ぐるみ店そして納涼祭先々週行わさせていただいて数々多くのお客様に来ていただきました。またちょうど震災含めてもいろいろあるご時世でございますけれども減災展という形で年1回消防署さんと一緒に取り組みましてね皆様方にこういう形で気をつけてくださいというような減災展を行うことができました。そういう形ができるのも商店街の皆様方のご協力と皆様方の温かい支援いただくことで行えることと思っております。でこの店5月に閉店告知の方店頭にてさせていただきました。本当にありがたいことです。毎日数十人の方お声掛けいただきました。中には厳しいお言葉また励ましのお言葉いただくこと多々ございました。それも従業員一人一人の胸に残っております。
皆様方から温かいお言葉本当にいただいたことが日々の仕事に励みになっておりました。そこの点だけは本当にこの綱島駅のエリアの皆様本当に温かくお声掛けしていただける方非常に多くていい街だなというのを本当つくづく感じた次第でございます。それとともに4階に思い出コーナーという形で皆様の声をご記入していただくというコーナー作らさせていただきました。7月の閉店セール開始の時からさせていただきまして約3000名以上の方にお言葉ご支援の言葉いただいております。一個一個全部見させていただきました。それとともにですね皆様方の、そこの前で写真撮影をさしていただくフォトスポットとして活用していただく人が非常に多いなっていう形がすごく印象に受けました。で皆様方のね、この地域このお店に対する愛情というものをさらに強く感じた次第でございます。その中でいくつかちょっとご紹介させていただければと思います。4世代にわたりこの店来させていただきました。今は小さな自分の子供連れておばあちゃんも連れながらお買い物できるお店、また小さい頃からこのお店に通って過ごした思い出、小学校の時に来て買っていったおもちゃ忘れられない思い出です。またそれ以外にもこの間行いました納涼祭非常に楽しかったまたやってねみたいな形の声もあって本当にありがたい、もう自分もそこに立ってしばらく動けなくなるような形のお言葉っていうのをねただいただいて本当にありがとうございます。それと、この店実は、11月に内示を伝えさせていただいたんです。皆様方に店頭告知できるのはいろんな事情があって5月までできませんでした。でその中で本日最終日数多くのお客様ご来店いただきまして本当にありがとうございます。その日も迎えることができましたのがここの後ろにいる社員です。従業員が普段よかど綱島店閉まっちゃうからやめちゃうっていうことじゃなくて長い間このお店にいたんだ、お客様と触れ合っていたんだ、少しでもお客様に恩返ししたい、一緒に触れ合う言葉をかけていきたいという形で残っていただいた人間たちばかりです。そしてここにいる人間たちもここの地元に住んでいる方々がほとんどです。でこの近くに武蔵小杉店、グランツリー武蔵小杉店、またララポート横浜店という形でここにいる人員が他の店移っていく人員もいます。それ以外にもちょっと長く働いたからちょっと休もうという方も多々います。冒頭にお話しました通りこのエリアに住んでいる方々うちの従業員多数おります。今後ね、通路またお店で見かけましたら温かいお言葉また温かい目でね見守って声かけてあげてください。それとともに、最後にお願いがいたります。今日この日を迎えることができましたのも一緒にいる従業員の応援があったからだと思います。ぜひ皆さんの方で熱い拍手いただけませんでしょうか。いけると思います。本当に今日暑い中台風が来て本当に今日できるかなってずっと思ってましたという形の中でね今日天気も持っていただいて最後を迎えることができこんなに多くのお客様迎えることができまして本当に感謝感激ありがとうございます。で本日をもちまして閉店となってしまいますが近くにも洋華堂多々ございます。よろしければそちらのお店の方でもご活用していただければと思いますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは鈴木店長に、従業員からサプライズとして花束の贈呈をさせていただきます。すいません
それでは最後にシャッターを閉めさせていただきますので、従業員はシャッターの奥にお戻りください。